まずは鈴木選手、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。6試合連続のホームラン、ランスさん、新井貴浩さんが持つ球団記録に並びました。いかがですか。いや、嬉しいです。まずは初回の右中間へのソロホームラン、感触いかがでしたか。そうですね、まあ龍馬が、得点圏で、僕の苦手な得点圏で、先に打ってくれたんで、気持ちが楽に、打席に入れました。そして4回の裏、2本目となる勝ち越しのツーランホームラン、どんな意識で打席に入りました。同点だったんで、まあ、思い切り、行こうという結果が、はい、最高の形になったんで良かったです。これで6試合連続8本目のホームランとなりました。この期間好調の要因、自身としてはどういうふうなところにあるとお考えですか。まあ、林さんが、よくバッティングを見てくださってアドバイスくれるんで、はい、その成果が、はい、出たと思います。林選手、鈴木誠也選手のバッティングご覧になっていかがでした。いや、もう本当にすごいなと思っていつも見させていただいています。さて、林選手も今日はナイスバッティングでした。いかがでしたか。ありがとうございます。5回、1点差に迫られた場面で2点タイムリーヒットがありました。追い込まれた場面でしたが、どんな意識で打席に向かいましたか。そうですね、しっかりああいった場面で打てたんで良かったと思います。これ今日できた感じですね。これ今日できた感じ。抜けた瞬間はどんな気持ちでした。いや、もう本当に嬉しかったです。2本目のレフトへのタイムリーツーベースヒット、あのヒットも追い込まれながらでした。いかがでしたか。いや、もう本当にチャンスの場面で打てたんで良かったです。鈴木誠也選手は林選手のバッティング、どのようにご覧になりましたか。いや、もう本当にバッティング練習とかも一緒にやらせてもらってますけど、そのままの形が出てると思いますし、日々こういう試合後も夜中まで素振りをしている林選手を尊敬します。さあ、林選手、ドラゴンズとの3連戦合計8安打と大きな活躍を見せました。今後に向けて意気込みをお願いします。そうですね、本当にいつもバッティング練習を一緒にさせてもらってるんで、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。こんなたどたどしい今後の意気込みだな。さあ、鈴木選手、7試合連続ホームランのプロ野球記録にあと1試合と迫りました。カープファンも大いに期待していると思います。明日の試合に向けて一言お願いします。そうですね、もう残り、試合、少なくなってきてますし、まあ、チームの順位はすごい厳しい状態でもありますし、3位になるまでも、ゲーム差もたくさんありますし、まあ、なかなか難しいなというふうには思うんですけど、
こういう1試合のためにファンの皆さんが楽しみにこう見に来てくれてると思うんで、まあ、こういう1試合1試合を大切に少しでも思い出になってもらえるように僕自身もチーム全体も頑張っていきたいなと思うので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー鈴木誠也選手、そして林晃太選手でした。